ライフサイエンス統合データベースセンターの中里です。ツイッターはカエルのアイコンでチョークですっていうのでやってます。今日はですね、非モデル生物研究のための公共 NGS データベース SRA の利活用その検索と登録っていうタイトルで、ちょっとお話をしたいと思います。で、まあ何度も聞いてると思うんですけど、初めての方もいらっしゃるので一応自己紹介を、今日はちょっと時間がたっぷりめにあるので、話しますと、私今ライフサイエンス統合データベースセンターっていう本当にパソコンしか使わないようなところで、働いてるわけですけど、元をたどると学生時代はいわゆるウェットと呼ばれる実験をしてまして、東工大の生命理工で、イオントランスポーターのクローニングっていうのをやってました。でその後実験に挫折をして、バイオインフォの会社に入ったものの、バイオインフォバブルがはじけ、営業に飛ばされて腐ってたところを拾われて、今の職場に来て早10年という歴史がございます。でこの今日はだからこのデータベースとかのいろいろ話をするわけですけど、それでもちゃんとこういう実験をやってましたよっていう主張のために、こういうウェットのスライドを若干入れてますけど、私がやってたのはですね、このうなぎを使ってた淡水とか、うなぎってサケとかマスと一緒で淡水とか水両方いけるんですけど、どうしてそういう外の環境が違うところをこう行き来できるのかっていうのを分子生物学的に、解くっていうのがまあ仕事でして、テーマは血圧調節なんですけど、分子生物学の部屋だったからイオン濃度調節と読み替えて、でなんでマウスじゃないかというと、マウスでやろうとするとすごいしょっぱい食事をさせないといけないっていうのと、あとやっぱり陸上生物なので、あまり差が見えないと。なので、さっき言った淡水化水量を生きるうなぎでやってます。でじゃあなんでサケとかマスじゃないかというと、サケとかマスはすごい高いっていうのと、まあ、今はもううなぎは非常に高くなってしまって、この研究を引き継いでいる私の出身ラブではフグを使ってますけど、フグでも、まあ、淡水化水量を生きるフグがいてですね、フグの方を使ってまして、でちょっと話もあると、サケとかマスは高いっていうのと、あと低温室で飼育をしないといけないので、ちょっと設備がないので、うなぎはもう餌もやらなくても1年ぐらい済むし、水につけるときは生きてるというので、まあ、当時は、うなぎ屋さんから、キロ単位で、仕入れているうなぎからちょっと状態の悪いのをこっちでピンハネって言ったらあれなんですけど、1匹1000円ぐらいだったかな。で30匹とかこう買ってきて水槽で飼うっていうのをやってました。で、まあ実験したぞっていう証拠のためにここに見せますけど、ですね、私が追っかけてた遺伝子が、まあ、こうやってどこの臓器であるかなみたいなのでこう見るわけですね。でそうすると膵臓と腸で、あるぞと。あとは、淡水から海水に移した時にちょっとなんかここに汚れてますけど、6時間1日2日7日ってやると、淡水から海水に移すと1日2日でもうちょっとこうかすれちゃってるんで、まあ、一応ここと比較して、まあ、海水に持っていくとその量が出てるぞっていうような、まあ、実験をしまして、で、マスターで出る1月かな12月かなにこのモデルを立てたんですけど、海水中のうなぎっていうのは水をたくさん飲んで水をなるべく体内に吸収しようとするんですね。でこうやって水が入ってくるわけですけど、こうやって水を取り込みたいんだけど、まあ、この辺がしょっぱいわけですよ。でそこで、私が、見つけた遺伝子で、これ重炭酸イオンっていうんですけど HCO3- をこっちの水側にやると、この、体内腸の中にカルシウムとかマグネシウムとか、まあ、なんか海水とかだとこういうイオンがあるわけですけど、こういうのと結びついてこう沈殿を作ると、こういうなんか海水中のうなぎだけ白い沈殿糞のようなものができるっていうのは、もう60年ぐらい前に知られてて、でこいつの組成まで測ってたんだけど、
それと分子生物学的なのを結びつけたのはまあ私のアイデア でこうやって沈殿作るとイオンがなくなるから浸透圧が下がって水を取り込みやすくなるっていうのを、M2 の1月かなんかに、思いついて、でそれを後輩に託して私はマスターをでおさらばしてしまって、後輩がひどく迷惑をかけたというようなことをやってました。ちなみに今私データベースセンターにいてたまに講習会とかで出張っていくんですけど、信州大に来ましたらその後輩にばったり会いまして、あの時は迷惑をかけたと、数年前に謝って今では非常に仲良くしております。で、話戻すと、今は次世代シーケンサーの目次サイト、この DBCSSRA っていうのを、まあ、メンテをしてます。で、よくやるスライドなんですけど、僕らはこういう DDBJ が集めたデータをこうリサイクル活動みたいな感じでツールとかデータをこうリサイクルして、みんなでよく使ってもらおうというような活動をしてますという感じで、徐々に本題に入りまして、今言ったようにですね、例えばその私 がまだ学生してた、ズブズブのウェットだった頃もこのパウメドっていうのとブラストっていうのをよく使ってまして、でこれどういう仕組みでこういう検索が可能になってたかっていうと、まあ私なんかもクローニングしてたからこのフローはそのままなんですけど、研究者がクローニングしたら、まあ私も昔サクラっていうのが DDBJ になってですね、そこに配列を登録するわけですね。でそうするとこの後出てきますけど NCBI と EBI と DDBJ ので塩基配列のデータベースを持っているので、そこに登録をされて、まあ、ブラストっていうのはまあちょっとこの辺後にありますけど、こういう配列に対して、まあ、検索システムがくっついていると。で文献もこうなんか論文を書くとメドラインというデータベースに入って、このデータベースに入っている文献を検索するのがパウメドっていうサービスであるということですね。で、今日お話ししますのは NGS データでして、これも同じで、データベースとして、まあ、この辺が全部 SRA で同じになってしまうので、なんかちょっと難しいんですけど、NGS データもこう同じようにこうデータベースとして集めてまして、それに対して検索するインターフェースが、まあ、くっついているというような仕組みになっているわけです。で、集めているのは、今言ったように、NCBI とヨーロッパとあとここの DDBJ で集めておりまして、でここは INSDC っていうのはなんかコラボレーションしているので、例えば DDBJ に登録されたものでも NCBI から検索できたりするとか、まあデータの交換をし合っているので、まあ対等にこうどこに登録してもどこからでも検索できるというような仕組みになっています。で、私はまあここにいるわけですけど、この DDBJ と DBCS っていうのは同じ情報システム研究機構ロイスっていうところの下でやってまして、DDBJ っていうのはもともとデータを集めるのはお仕事でして、私たちはデータを使ってもらうっていうのが仕事だから、DDBJ で集めたデータに対して、例えば検索インターフェースを作ってみるとか、ムービーを作って使い方のレクチャーをするとか、教育活動をするとか、なんかそういうことをやっているという感じになっています。で、まあ、NGS ってよく言うんですけど、どのくらい NGS が伸びているのかっていうのが、このグラフでして、ここは2009年で、これがもう2017年が現れようとしているところはこの辺ですけど、これ実は対数グラフでして、説明が難しいんですけど、まあすごい伸びてるわけですよね。で今どのくらいあるのかっていうのはここにこう書いてあるんですけど、この上がトータルのあれですけど、普通に検索できるのはこの下の段でオープンアクセスベーシーズって書いてます。でこれが確か4000兆っていう桁だと思う。来ましたね。
もうちょっとこっち側で喋ろうかな。あ、そうそう、4000兆でいいのかな、ベースで、4ペタかな、4ペタベースぐらいあるというような状況になっていて、こんぐらいのものを、僕からまあデータベースとして、まあ持っていて使えるような環境になっているというわけです。というわけですって言うんですけど、SR の検索って結構よく私もこのネタで学会とかでに行くんですけど、なかなか使いづらいですみたいな話をよくされまして、それをまあ読み解いてみると、まずその NGS って機械なので、まあ、簡単に言うと PCR みたいなもんですよね。その PCR っていろんな実験 のシチュエーションで使うわけで、NGS も目的が多種多様なわけですね。例えばゲノム読みたいとか発現解析したいとか IPA とかメダリとかいろいろあるわけです。で、そうするとその、生物種の方も多種多様で、人マウスみたいなこういわゆる古典的なモデル生物からメタゲノムとか微生物とか、最近だと私も昆虫とか登録をやりましたけど生物種も非常に多種多様になってます。で、この後出てくるんですけど、データベースの構造がまたややこしくて、実はこれを知らないとなかなか検索がうまくいかないという感じになってます。ちょっとピラッと書いてますけど、今日午前中に DDB ジェイングとかあって講習会もありましたけど、そのプロジェクト情報とかが例えばこれちょっと古い情報っていうか、今はバイオプロジェクトですね。バイオプロジェクトに来ましたけど、昔はスタディというところに書いてました。で、あとは個々の実験情報がエクスペリメントっていうところに書いてあったりするわけです。で、ですね、実際にどんな感じかっていうのを、NCBI と EBI と DDBJ のサイトをちょっと比較してやろうっていうのが、これちょっとお見せしようかなんですけど、何かで引かないといけないので、今日はデバの話があったから、これデバの論文なんですけど、ここを見ると、例えば DRA003980 って書いてあります。ちょっとチェックしようかな。したのでどっかに出てきましたが、DRA003980 っていうのが出てきまして、でこれを、NCBI で引くとこんな感じで出てくるんですね。で最初にこの NGS のデータっていうのがみんな盛んに、出てきて登録されるようにもなって、使えるようにしたいなっておぼろげに思ってた頃にはこれしかなかったんですよ、検索システムが。でなんか ID 出るとわけわかんないのがピロピロピロと出てきて、一体こいつらはどういう関係にあるんだろうと私は思ったわけです。でこれはまだですね14個しかなくて、まだ見通せるし、あとこれ全部同じようなのが並んでるからいいんですけど、タイトルが変わってたり、100個200個あったり、一体こいつら何なんだろうって、思ったのが、NCBI のインターフェースでございました。で続きまして、そうそう、で NCBI の方ディテールを見るとこんな感じになっていて、実はここの辺にいくつかまた別の ID が出てきて、知っているとこから別の情報をたどって、いろんな何て言うかな、頭の中で串刺しをしながらそのデータの全容をこう把握するみたいなことをしないと、ちょっと NCBI だと見にくくてかなわんというような格好になっております。それで、これはだからさらに NCBI の、サイトですね。こんな感じで、どんな実験をしましたかみたいなのが
やっとこの辺まで行くと見通せるようになってくるという感じで、はい、で次 EBI ですね。EBI の方はですね、話を聞いててちょっと分かりにくいなとよく言われるのが、塩基配列とか、まあ、この、いわゆるトラッドっていう、まあ、例えば私がクローニングしたような、普通の塩基配列もその NGS のデータも同じとこから ENA っていう同じところから検索しなきゃいけなくて、なんか NGS の検索したいんだけどどこだろうっていう本当の本当の入り口が結構分かりにくいみたいな話を若干聞いております。で、とりあえずこの ENA っていうところに行ってもらって、今ここにアドバンストっていうのがあって、ここをポチッとすると、リードとかスタディとかなんかいろんなタイプが出てきて、で例えばこうリードってやると、この下にどんな生物種ですかとか、ライブラリのレイアウトはシングルペアとか、どんな機械を使ったのかとかっていうのがこう入れられるようなインターフェースが出てきまして、EBA を使おうとするとですね、ここまで行けばもうみんな勝ちっていう、ここにたどり着くまでが大変っていうのをまあよく聞いてます。で結果の方もですね、こうやってこれがまずその今入れた DRP003111かなとかの、あこれか、さっきこれが論文に書いてあった ID ですけど、入れるとこういう結果が出てきてですね、この後データ構造の話するんですけど、それを知ってるとこれもよくわかるという感じになっていて、でその先、詳細のビューがこれだってるかな、こんな感じで出てきて、まあ、例えば他の ID がなんちゃらとか、生物種がここで、どんなシーケンサーを使ってシングルなのかピュアードなのかとか書いてあって、この辺からなんかファイルも落とせるようになっていてみたいな、こういう表の形式ができてまして、でこの表をですね、どこ行ったかな、ここにセレクトカラムっていうのがあって、表に何を出す出さないみたいなのがここにこう書いてあるので、ここで例えば読みたい読みたいものにこうチェックを入れたりすると、この下で反映がされるという感じになっていて、であとこれ表形式なので、例えばこれをこうずっとコピペしてExcel に貼るみたいな感じで、 Excel に貼って管理するとか、いう方も結構いて、まあ、なかなかよくできているという感じのインターフェースになっています。で翻って DBG ですけど、これがまあ入力のインターフェースですね。で、ここに何かいろいろ入れて検索をしますと、こんな感じに、まあ、最初の表が出てきまして、でどこまでやったかな、今ネットが大丈夫か、今そのバイオプロジェクト午前中に話したと思うんですけど、話があったと思うんですけど、この後私もちょっと話しますけど、ここにこうサブミッションとかエクスペリメントとかサンプルとかいろんなそのなんだろうな、メタデータが、まあ例えばプロジェクトそのものの情報は、まあ、今バイオプロジェクトにあって、で実験そのものの情報はエクスペリメントにあってって分かれているので、そういう構造をこう頭に思ってると、こういうのは非常にこう分かりよくて、あこれ落とせばいいならピッピッピッって、すぐいけるわけですね。でもういろんな ID 入れてもすぐこの画面に、来てくれるので、私はこの DDBJ 割と気に入っててすげえなと思ってるんですけど、
あとまあ僕らが例えば学会に行って、話するのは当然日本人なので、ヨーロッパからわざわざデータを落とすんじゃなくて日本から落とした方が近いに決まってるので、まあ、例えばいろいろこういうので検索できますかねとかいうときは、あ、それはちょっと EBI じゃないとできないんですとか、どこにこうダウンロードする一覧がありますかねとか聞かれると、それは DDBJ でできますよみたいなことをつどつど言ってて、まあ、どこもちょっと一長一短があるみたいな感じになってます。で、ちょっと戻りまして、そんなのを踏まえつつ、僕らはデータを使ってもらうのが仕事なので、僕らも目次サイトを作ってます。この DBCSSRI っていうやつで、作ってまして、まあこれの良さは後でおいおい説明されるとして、触りだけ説明すると、まあ、ここにその、どんな生物種でとか目的がどんなでとかプラットフォームが何とかでとか、こういうところで絞り込むのは割と簡単な感じにできてまして、まあ、とりあえずインターフェースだけお見せすると、なんかいろいろとこんな感じでリストが出てきて、詳細がこんな感じで、まあ、例えばどんなプロジェクトの中身なのかみたいなのがこう書かれてたりとか、あとDBCLS っていうのは割と文献の処理に強いところでございまして、例えばこの後出てくるんですけど、この NGS を使った文献がこいつですみたいなデータを持っているので、文献のアブストのところをこれ例えば引っ張って、来ているんですけど、そういうようなこともやってるわけですけど、まあ、NCBI、EBI、DDBJ に加えて DBCLS も今度は検索サイトを持っていて、結局どれを使えばいいんですかっていう感じでは若干否めないという感じですね。で、DBCLS のも含めて一長一短があって、まあ、なるべくそれを解消して、今そのさらにバイオプロジェクトとかバイオサンプルっていうのがあって、いろんなところにデータがちりぢりになっているので、なるべくそれを統合してうまく口出しにしたいなというような感じで、今はやっています。でここで話、やっと出てくるこのデータの構造なんですけど、これは実は古いフィギュアで、バイオプロジェクトとかバイオサンプルが出てくる前のやつでなんですけど、ちょっと、まあ、概略版で、お見せしてます。で、NGS のデータを登録しようとすると、その、シーケンスの出すファイルと、で実データとはまた別に実験情報っていうのをメタデータとして書いて登録をしますと。でそのメタデータっていうのは6つのパートに、パートに分かれてて、まあ、例えば、プロジェクトそのものの情報っていうのは、昔はスタディ、この後出てきますけど、今バイオプロジェクトっていうところに、まあ、登録をするわけですね。まあ、例えば、まあ、私昆虫好きだから1000種類虫のゲーム決めますプロジェクトみたいなのがここにこう立って、で1000個 その昆虫について何か読んだっていう実験そのものの情報っていうのがこのエクスペリメントに書かれるわけですね。例えばどんなシーケンスを使ったとか、シングルなのかペアードなのかとか、まあ、そういうのがここに書かれてて、1000種類の昆虫の情報っていうのはこのサンプル、まあ、昔はサンプルなんですけど、今バイオサンプルに外出しされましたけど、ここに、どんな昆虫で、どんな株でとかね、そういうのがこう書かれて、あとその実際のデータがこの辺にくっつくみたいな感じになってます。で、現在はどうかっていうと、今説明したのはここの部分なんですけど、でこのスタディっていうのはこのバイオプロジェクトに外出しされましたと。
でここのサンプルのところはバイオサンプルに外出されましたと。なんでこういうことが起きてるかっていうと、さっき言ったように NGS っていろんな目的で使われますと。でそうすると、遺伝子発現とかの目的でも使うわけですね。でそうすると古典的にはマイクロアレイで、測った遺伝子発現のデータっていうのが、まあ、ゲオとか、ヨーロッパだとアレイエクスプレスっていうのに入っていて、そうするとここにこう遺伝子発現のデータベースができているわけですね。そうすると NGS で読んだ遺伝子発現っていうのはどうしようってなったわけですよ。でどうしようって思った時にどうなったかっていうと両方入ったんですよ。だから NGS ので読んだメタデータをここに書いてあって、で実際のデータはこのゲオに入っていて、この NGS の中をいくら探しても実データがないみたいな時が一時ありまして、でそうするとゲオと SRA と両方見ないといけないわけなので、当時は、まあ、ここの ID のテーブルを持てば何とかできるかなと思ってたわけですね。でそうすると例えばこう NGS 会話で何が起きたかというと、さっきも言ったようにゲノムを読んだりするわけで、そうするとこれとはまた別にこちら辺にそのいわゆるトラッドというかゲノムのデータが入って、そうすると NGS とゲノムと両方見なきゃいけないっていうことが起きてきたわけですよ。めんどくさいというかこう結局あちこち見ないといけないから共通できるところは外出しして、で、離れたところから口出しできるようにするとよかろうっていうので、この昔のプロジェクト情報が書かれてたスタディっていうところとか、このゲオの中でそのいわゆるプロジェクト情報が書かれてた部分っていうのは、まあバイオプロジェクトとして外出しされて、でこのバイオプロジェクトを見ると NGS はこいつですよとか、発現のゲオとかはまあこの辺ですよとか、まあもしゲノムだったらゲノムの配列はこれですよみたいなのが、まあ一応この辺から口出しにしようとしてるっていう、しようとするという感じで、まあバイオプロジェクトができたと。で同様にそのサンプル情報もこの辺は共通なので外出しされて、まあバイオサンプルに出ていってたという感じの説明で合ってるかな。という感じになってます。で当初この DBC-SRA を作ってた頃っていうのは、なかなか状況がひどくてですね、例えば NCBI だったりその、まあ、DDBJ でもいいんですけど、その FTP サイトがあって、そのなんか ID があるから ID で持って FTP サイトをこう掘っていって、実際のデータを落とそうとするみたいなことをやってたんですけど、それがなかなか難しいっていうのはこれで、ちょっと左が切れてるな、大丈夫か、大丈夫だな。さっきデバの論文で書かれてたのは SRA なんとかっていう ID なんですけど、あれは登録サブミッションの ID なんですよね。だからこの黄色いシート一個一個だと一個一個の登録だと思えばいいんですよ。でも、例えばこの例えばデバプロジェクトみたいなのがあって、それに関連する登録っていうのは実は複数だったりとかして、例えばここのあるサブミッションではスタディ、まあ、プロジェクトの情報しかないとか、で実際の情報はまた別のサブミッションにあって、で、さらに追加で実験しましたとか言うと同じそのまあ、プロジェクトにぶら下がるのがまたこうくっついたりとかして、でそうするとこれを口出しにしないと一個のそのなんだろうなプロジェクトの全容が見えないっていうことがありまして、実際にそのどのくらい揃ってるのかっていうのを、これちょっと前にちょっと前って、もう年単位の前なんですけど、やってた頃には、サブミッションとサンプルしかないのが5万5千円とかあって、サブミッションと LAN しかないっていうのが2万2千円とかで、ここは全部揃ってますね。サンプルがないとか結構歯抜けでございまして、そういう意味で、例えばプロジェクトはこれだからそれに関するサンプルの情報を探したいっていう時に、こういう口出しをして、対応するのはこれだからこれを表示したらいいなっていうのを、まあ、昔は裏でやっていて、まあ、そういうのを口出しして、こういうこっちかこっちか
DBCSSRA で、まあ、なるべく検索できるようにっていうような仕組みを作っていましたが、だいぶその NCBI はまだまだですけど、EBI とか DDBJ の方でサイトも充実してきたので、あんまりこの辺の難儀っていうのはだいぶ解消されてきてて、さっきの今のデータの構造を分かった上でですね、見ると、これはプロジェクトの方だなって、実際のエクスペリメントがこれで、それにぶら下がってるファスト Q がこれだからこれを落とせばいいんだなとか、これに対してサンプルがこうくっついてるんだなみたいなのがこうおぼろげに、見えてくると思いますし、まあ、なんか EBI の例で恐縮ですけど、なんか ID で検索したときにエクスペリメントはこんなんですよ、ランはこんなんですよ、スタディこんなんですよって書いてあるから、あ、プロジェクトの情報を調べたいからここをスタディを見ればいいんだなみたいなのがこうさっきの構造が頭に入っているとこういうのが割とピロピロっと使えるようになるかなというふうに思っております。で戻りまして、先に進みますと僕らのサイトでですね、 DBCSRA の方では、これまでのデータの伸びみたいなのを、まあ、グラフとして、まあ、参考情報として、まあ、統計情報として載っけてるんですけど、これがまあトータルの伸びですね。で今6万ぐらい、プロジェクトが、まあ、走っていて、これの下に、これホールゲノムですね、でアザーでトランスクリプトムメタゲっていう感じで、まあ、データが入っているというのが分かります。でこれは同じようにシーケンサーのグラフなんですけど、これはちょっと見やすいように加工してますが、この黒く伸びたこれですね、これがハイセック2000ですね。でここの真ん中ら辺、ここ今125キロでここが600キロなので、ここをかなりぶっ飛ばしてるんですけど、まあ、ハイセック2000がものすごい独り勝ちで、そこを除く と、次がマイセックかな。でこれが LGA2 で454か454ですかね。左を見れば、はい、でねこれが2500だと思うんですね、この青い線が。でこれ、9月か10月に出したグラフでして、とうとうここが抜き去りまして、実物を見せたらいいんですね。こんなこともあろうかと用意したのがこれでございまして、よいしょ、はい。この黒い線が2000でございまして、ここのラベルをピッとやると消えてニュッとなるわけですけど、これがいいよ、これマイセックですね。で次が454 でとうとうこいつハイセック2500が抜き去りまして、今96000、これエクスペリメントの数なんですけど、96000ぐらい入ってますと。でその次が GA2 でとかっていう感じになってます。この2500がこの先どこまで伸びるのかと、このマイセックがどこまで伸びるのかっていうのが、個人的にはちょっと興味を見ながら毎月、ちょうど今日15日でこれのグラフの更新日で、更新したところで、なんでこれ累積グラフなのに減ってるんですか。そういう質問で、
よく聞かれるんですけど、いい質問でございまして、最初にグラフが落ちてるのがここなんですけど、昔 NCBI で予算がなくなったので、もうこの NGS の SRA やめますっていう事件があって、なんでこれをやめようかっていう話になったかというと、リスクをたくさん食うんですよ。でもうどんどこどんどこ登録が来るから、リスクをいくらあっても足りなくなったということがありまして、で、ここで減ったのはがんのプロジェクト ICGC だっけやってるかな、でっかいがんのプロジェクトがあって、それをですね、コンソーシアムでデータを持てというので、メタデータだけ残っていいのかな、そのデータそのものをごっそりこう外出ししたみたいなことがあって、でここで減ったんですね。この辺で減ってます。であと、何回か減っているのは、これ今ホールゲノムとかトランスクリプトームとかありますけど、よく見るとここにトランスクリプトームアナリシスってあって、ここに RNA-seq って書いてあって、この違いは、にわかには区別つかないっていう方も結構いてですね、要するにここのカテゴリー の再編が行われて、ちょっとこの辺がごちゃごちゃっとしたというような歴史になっております。ちょっと時間あると思って油断しすぎながら喋ってますけど、あとはその DBCSRA の特徴で、さっきちょっと言ったんですけど、論文と結びつけるっていうのをやってまして、これこっちの表の左半分が文献情報で、右半分が NGS の情報ですけど、例えばこの文献には、この文献にはの中ではこのデータを使ってますよと。で確かによく見るとこの文献のタイトルと NGS の登録のタイトルと割とによく似てるなってのがあると思うんですけど、こういうふうに、文献と実際のデータの対応をつけているので、論文に載ったデータを使いたいとか、今回このデータについて、どんな論文出てるのかなみたいな検索が一応ここからできるようになってます。でなんでこういうことをやってるのかっていうのはもう一個理由があって、NGS のデータってまあだいぶ最近良くなったんですけど、ダウンロードに時間かかって、夜中に帰る前にピッてやって、朝やっとこさダウンロードされてるかどうかみたいな時代があって、でもなんかほどいてみたらすごいへこいデータだと、せっかく1日かけてダウンロードしたのにみたいなことになってしまうと。なのでクオリティチェックっていうのが側面もあって、まあ、例えばこういうので出てくる論文と NGS のデータっていうのは、まあ、こうやって論文になるぐらいの、まあ、クオリティが、まあ、担保されてるだろうというのを、まあ、この論文リストでもって、まあ、若干補足をしているという感じになってます。で補足をっていうのは、実際のそのクオリティチェックを私と一緒にやってる太田っていうのが実際にかけていて、クオリティチェックはファスト QC っていうので NGS にかけるんですけど、実際にかけたものを、まあ、ちょっと全部じゃないんですけど、こうやってファスト QC の結果を検索画面から見られるようなこともやってます。でこれだともう直接的にファスト QC の結果が見られるので、データの良し悪しを見ながらラウンドをするとかしないとかっていうのが判別ができるということになってます。なんか DBCSSRA の宣伝みたいになってますけど、この話はいわゆる非モデル生物でどんなかみたいな話なので、ここから若干その話に突っ込んでいきますけど、これ登録数の多い生物種を並べたもので、これはちょっとタキソノミ ID が結びついてないっていう、多分アノテーション的な、まあ、多分こっちの処理のミスなんですけど、ものがちょっと多いですけど、
まあ、人マウスはいいとして、この辺に稲が食い込んでたりとか、メタゲノムとか、見てもにわかにわからないものがいくつか混じってたりして、ここ あのランキングは結構変動が、激しいというような印象を持ってます。で、まあ、それだけその NGS がいろんな生物種に裾野が広がってきたっていう表れだと思うんですけど、まあ、なんかある生物種ででっかいプロジェクトが走ると急にこのランキングがこう変わって食い込んでくるみたいなことが、まあ、たまに起きたりしてます。で、僕らはまあ使ってもらうにあたって、その生物種から検索するっていうのをちょっと力を込めて若干やったところがありまして、これはオリザサティバって書いてあるから、まあ、稲で検索した結果です。で、データベースって当たり前なんですけど、稲って検索すると稲が返ってくるんです。まあ当たり前だなって思いますよね。でも NCBA のタキソノミーとか見ると、オリザサティバで引くと、この下にインディカとジャポニカがありまして、さらにこの辺掛け合わせがあったりするわけですよ。そうすると、一回戻りますけど、こういうオリザサティバには4530っていうタキソノミー ID がくっついてまして、まあ、簡単に言うとタキソノミー ID4530 しか引いてこないわけですよ。データベースって愚直だから。でも本当にその稲のデータを見たい人っていうのは、実はこのインディカとかジャポニカとかもうひっくるめて検索したかろうというので、ここのところで貝も検索しなさいよポチってやると、オリザサティバだけではなくてインディカとかジャポニカも一度に検索ができるように、してます。これもオリザサティバだからそうだろうとか思うかもしれないですけど、実はマウスもそうで、マウスもムスムスキュラスなきゃいけなくて、原名亜種っていうムスムスキュラスムスキュラスっていうのが実は入っているので、そういうのもまあひっくるめて検索せんといかんみたいなことが、まあ、あったりするわけですね。で、今度は逆にですね、今オリザサティバを検索したわけですけど、他のオリザ族とその比較をしたいなということも、まあ、たまにあるわけですよ。まあ、人によってあるわけで、ちょっとここ書けてますけど、オリザサティバって書いてある、ここにオリザって書いてます。でここをポチッとします。でさらに下も検索するってやると、ここに別のオリザ族のものも出てくると。なので、非常にマイナーな生物で、まあ、例えば NGS あるかなって思うと、その自分の持ってるそのものの、登録っていうのは多分、ないっていうことが、まあ、マイナーだとあるんですけど、その種だとダメなんだけど、例えば属レベルでどうかとか、もっと言うの川だとどうかとかいうのが、この上位ポチッポチッってやると、どん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 上に広がっていって、検索するということができるように、これはまあ作っています。でこれが役だった個人的な例が1個あって、3月に昆虫の学会で NGS の利用についてポスター発表したんですけど、昆虫の中でどんな登録状況になってるのかなっていうのを調べてみたのがこれね。まあこんなのやるの、NGS データを全体的に眺める私ぐらいしかやらないんですけど、と思うんですけど、皆さんあまり応用しないかもしれないんですけど、昆虫の登録が4000ぐらいあったんですね。でも半分ぐらいがいわゆるハエ、蚊とかハエのやつで、さらにその半分がドロソフィラメラノガスターなので、昆虫の4分の 25% は黄色症状バエですと。で、まあ、この辺がまた例えば他のドロソフィラだったり蚊とかハエが入ってるわけですね。で、腸の関係型では600いくら で、セミとかウンカとか、これ昆虫の学会なんで、昆虫のデータなので、農業害虫とかで文化とかありますから、まあ、このセミ系が多いと。あとハチとかは農業とかに重要なものですから、まあ、ハチも多いんだろうなみたいな感じですね。で、ここに好注目あるんですけど、私虫好きなんで、虫好きからするとこの蝶とか好虫っていうのがすごいこうメジャーな
ものなんですけど、なんでこんな少ないのかって、最初は思ったんですけど、なんでですかねって聞いてみたら、甲虫って例えば、卵を産んでから親になるまで何年とかかかるやつがいるんですよね。でさっきのその金ヶ谷さんの農業の話と一緒で、なんか木の、ね、樹木 の、 研究しようとすると年単位のスパンがかかるからあんまり手を出さないっていうのと同じで、甲虫に手を出すと、いやターンオーバー早いのあるんですけど、得てしてライフスパンが長いのでここはあんまり研究されないんだっていうのは聞いて、ああなるほどなというふうに、思ったりしました。この辺りまでがだいたいデータを使うという話で、ちなみに、まあ、ここで、検索をして、まあ、実際に落としてきて、今そのクオリティチェック、ものによってはファスト QC かけてもこのサーチする前に見られますよという話をしてますけど、まあ、この後でデノボでつなぐか、リファレンスにマップするかみたいになっていて、まあ、例えばゲームだったらこういうブチブチのやつを1個つないで長くするとか、発現解析だったらゲノムに対してマップしてこの辺が発現多いなとか、スニップ解析だったら同じにマッピングしてこの辺がスニップだなみたいな解析をするというような格好になりました。で一応検索と登録っていう話で今回お話をすることになっているので、私がそういうふうにしちゃったんですけど、登録の話も若干しようと思うんですけど、さっきも言ったようにですね、というか午前中に出てた方は聞いてると思うんですけど、シーケンスのデータ、まあ、シーケンサーの白というか、実データでファストQとかあとマップしたバムっていうのをまあ登録、基本的には登録しますと。でこれに対して、プラスこのメタデータ実験情報を書いて、まあ、登録しますと。でメタ情報っていうのは、ここにちょっと今日は録画してるから若干ぼかしてますけど、まあ、タイトルとか、どんな生物種とかいうのを、まあ、ここに書いて、まあ、これはバイオサンプルの登録の例、登録部分ですけど、まあ、登録するわけですね。あ、ちょっとこれこの前使ったスライド の、 使い回しなんてここに書いてますけど、こういうのを書きまして、で、登録するとバイオサンプルの部分は、まあ、こんな感じで、まあ、なんか中身的には登録がされて、まあタイトルがついてどんな生物についてやってるのかみたいなのがここに書かれてるわけですけど、ちょっとこれ若干不思議な例を持ってきてまして、博物館の標本のメタゲノムっていうのがあるのでちょっとここに載っけてますけど、最近私博物館の人と仲良くしてて、私の知り合いでも博物館のサンプルをどうにかしてシーケングしてやろうかみたいなのがいるんですけど、そんな感じでやった例がちょっとここに載っけてますけど、一番下がそこにいる斉藤成也さんのところですね。いわゆる縄文人ゲノムとかありますけど、今お見せしたこれっていうのはこの一番上の、汚れ粉肌っていう海藻の例なんですけど、これどっちだったかな、どっか書いてあったかな、ここに和歌山って書いてあるんですよね。太平洋側でなんか汚れ粉肌っぽい海藻をなんか採集したんだけど、実際にそうどうか分かんないと。なので博物館にある標本をちょっとこうくすねて、しかも水に戻してNGS してその博物館のサンプルと同じかどうかっていうのをまあサンプリングしたと、NGS して確認をしたと。でこの汚れ粉肌の博物館の方っていうのが、新潟だったかな、日本海側のやつで、もともとこういう日本海側にしかいないんじゃないかと思ったんだけど、太平洋側の和歌山で、実は見つかったよっていうような論文だったような気がします。で2番目がですね、日本カワウソっていうのは一応日本では絶滅したことになっているはずなんですけど、確か。で、
その標本を取ってきてちょっとくすねてきてやっぱり NGS して、で中国では残ってるのかな、カワウソが。でそれと比較をしたら、一応その日本固有種か、まあ亜種かぐらいの、まあ何ていうかな、その進化的な距離っていうか分類的に離れてるっていうのをやってみましたみたいなのがこうあったりしてます。で、まあ、バイオサンプルにはこういうのも実は入ってるんだよみたいなのを若干例として、お示ししてますが、ですね、で、この度私 NGS に、まあ、昆虫のデータを登録しまして、さっきだからここでチロッと若干隠し気味に、いや一応回顧ぐらいで、まあ見せてますけど、よいしょ、悩んだところがいくつかあって、主だったの2つも受けてるんですけど、今回は、まあ、旧大でバイオリソースで管理している変異体についてやってみたっていうんですけど、見た目はノーマルなんですよね。でこれをどう記述したらいいのかなってちょっと思ったところがあって、多分このジェノタイプとかフェノタイプとかで書くんだろうなと思ったんですけど、結果的に私 の勝手な独断で、個人的な決断としてはフェノタイプはノーマルと書いて、ジェノタイプは空っぽにして登録をしてみましたと。で、なんでかっていうと、まあ、変異体どれを使いましたっていうのはバイオサンプルの別のところに書くので、まあ、それを見るとバイオリソースの元をたどるとどんなジェノタイプであるかっていうのは一応分かることになっていると。で、見た目ノーマルっていうのは書かないですけど、このフェノタイプっていうところはもうすでに用語が決まっていて、その中から何か適切なものをあてがいなさいというので、ここにノーマルです。